朝鮮のメディアは26日朝、新型戦術ミサイルの発射実験に成功したと報じました。1月に初公開された弾道ミサイルの改良型とみられます。26日朝の労働新聞は、北朝鮮が25日、エンジンを改良し大型化した新型戦術ミサイル2発の発射実験を行い、朝鮮半島から600キロ沖の日本海の水域の目標を攻撃したと報じました。専門家は、1月の軍事パレードで初公開された短距離弾道ミサイル KN23 の改良型と分析しています。低い弾道を跳躍しながら飛んでいく、アメリカのイージス艦をかいくぐっていけるミサイルを作った軍事ジャーナリスト黒井文太郎氏。さらに弾頭の重量は、これまでの推測の倍以上に当たる 2.5 トンと伝えられていて、核弾頭の大型化も懸念されます。こうした中、国連安保理の下部組織である北朝鮮制裁委員会が26日に会合を開くことがアメリカ政府関係者への取材で分かりました。今月の安保理議長国であるアメリカが要請したものですが、下部組織での会合開催には事態をエスカレートさせたくないというバイデン政権の思惑も滲みます。